それでは総理お願いします。誰もが一定を持ってその能力を最大限発揮できる社会を作る、画一的な労働制度、保育や介護との両立など現実に立ちはだかるさまざまな壁を一つ一つ取り除いていく、成長と分配の好循環を作り出し、生み出された富が広く国民に行き渡り、多くの人たちがその成長を享受できる社会を実現していく、この挑戦が一億総括であるであります。昨年10月に公表された我が国の相対的貧困率は集計以来初めて減少を報じました。特に子どもの相対的貧困率は15年前が 9.2、 10年前が 9.7、 そして5年前が 9.9、 一貫して上がってきたんですが、これが初めて改善をし、しかも2ポイント 7.9 に大幅に改善することができました。これはアベノミクスの成果により雇用の増加など経済が好転する中で子育て世帯の収入が増加したことによるものであります。こうした状況をさらに推し進めるため一億総括政府の挑戦を続けてまいります。我々がこの政権に復帰する前は10万人以上雇用は減少していたわけでございますが、これでは政権を取って以降185万人雇用を生み出すことができた、マイナスからプラスに大きく転換をしました。特に非正規雇用についてはですね、我々が政権を取る前には55万人非正規が減っていたわけであります。確かに非正規雇用を増やすのは我々もしばらく時間がかかったわけなんですが、2年前にそれがプラスに変わりました。この2年間で約80万人正規雇用が新たに生まれたわけでございます。この雇用状況をですね、生かしていく、それがいわば働き方改革を進めていく上においての最大のチャンス、こう捉えていきたいと思っています。現在一億総括約の延長として働き方改革を推進しています。3月末に働き方改革実行計画を決定しました。その導入は直ちには難しいとされてきた同一労働同一賃金を実現する法改正や労働基準法を70年の中で歴史的な改革との評価もある時間外労働の上限規制の導入などを盛り込むことができました。一億総括政府の最大のチャレンジとしてスピード感を持って実行してまいります。本日参加いただいた有志者の皆さん、有志者議員の皆さんには日本一億総括プランを決定する際大切なのはフォローアップである、と激励をいただいたわけでございます。またこの、今後もですね、皆様方には厳しく、進んでないじゃないかということは率直に、言っていただきたい、それこそがフォローアップの意味なんだろうと、こう思います。本日は決定から1年が経ち動き出した日本一億総括約プランについて、政府の上場報告に基づきご議論をいただいたところであります。関係大臣におかれては本日いただいた有識者議員の意見を踏まえて施策の実践に向けてさらにスピード感を持って実施していただきたいと思います。先ほどもまだこのパラリンピックを迎えるにあたってですね、課題があるという重要なご指摘もいただいたわけであります。オリンピック・パラリンピックを機会に日本がですね、海外から素晴らしい国だと、障害者もあるいはさまざまな困難を抱えている人にとってもですね、生きがいがあり、そして住みやすく夢のある国だと、こう評価をしてもらえる国になる、目標に向かってですね、しっかり頑張って、そのためにもしっかりと毎年毎年こうやってフォローアップを行っていくことが大切ではないかと、こう思う次第でございました。今後もですね、フォローアップを積み重ねていきたいと思いますし、いただいたご意見についてはスピード感を持って各大臣にですね、対応をさせたいと、このように思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それではここです。